校の授業をいつでも誰でも何度でも受けられるようにして、中学生の社会科嫌いをゼロにする、こういったものを目標にね、毎日授業動画を配信しています。もし、動画の内容がね役になったなとか良かったなと思いましたら、高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、できればね、お友達に紹介していただいて、みんなでね、私のこの活動をね、応援していただけると、非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、早速授業の方に入っていきたいと思うんですけども、まあ、まずね、授業に入る前にね、皆さん、ね、夏休み、前ですが、3連休いかがね、お過ごしだったでしょうか。めちゃめちゃ暑くてね、もう連日ね、こんなに今まで暑かったかと、ね、思うくらいの、すごい暑さですけどね、もう夏バテとかしてませんか？大丈夫ですかね？ね、くれぐれもね、熱中症とかならないようにね、水分補給とかこまめにしてね、あの睡眠時間もね、しっかりね取ってもらって、やっぱ健康がね一番ですからね、これから超楽しいね、夏休みが、始まりますね、そういった時にさ、やっぱり体調不良とかだとね、非常にもったいないと思いますので、この夏をね、最高のね、思い出のある、ね、夏休みにするためにも、ね、まずはしっかり健康管理、ね、やってもらって、食事と睡眠、ね、あとは熱中症対策の水分補給、一番、ね、大事ですから、そういうところをしっかりと、ね、やっていきましょう。さあ、ということでね、早速授業の方入っていきたいと思います。今日はですね、人権保障を実現する権利ということでね、タイトルからするとね、非常にね、何のことを言ってるのかと、ね、思う部分があるかもしれないんですが、大きく分けると2つです。1つ目が参政権、ね、2つ目が請求権ということで、今日はこの大きく2つの権利に関して、皆さんに、紹介、解説の方、していきたいと思います。人権保障を実現する権利ですから、これまで皆さんはですね、自由権とか平等権とか社会権って言って、皆さんが生まれながらに当たり前に持っている権利っていうのをね、勉強してきたところだと思うんですけども、そういった皆さんが当たり前に持っている人権っていうのがきちんと保障されるようにするための権利ということで、こちらの参政権と請求権っていうのを、やっていきたいと思います。さあ、まずはですね、参政権について、なんですけども、参政権って何かっていうと、国民が政治に参加する権利、まあ、そのままですよね。なんかさ、ちょっとピンとこない人もいるよね。なんで、この国民が政治に参加する権利っていうのが、なんで人権保障っていうのにつながっていくかっていうことが、いまいちこうピンとこない人がいると思うんだけど、そういう人はですね、ぜひこんな話を思い出してください。歴史でかつてやりましたよね。人々が自由とか平等っていうのを当たり前に持ってなかった時代。そうです。ね、王様だったり一部の人間たちが、ね、政治権力を牛耳って、王様の言うことは絶対とかね、俺たちの言うことが絶対なんていうね、そういう時代があってですね、そんな時に人々の自由とか平等っていうのはしっかりと保障されてませんでした。むしろ生まれながらに身分の差がありね、もう自分のね、王様の言うことが絶対ですから、自分たちがこうしてほしいとかああしてほしいとかっていうのを言葉にするという自由でさえなかったね。そんな時代があって、それっておかしいよなって思いながらも我慢していた人たちが、革命とかそういったものを経て、自由とか平等を勝ち取ってきたんだよっていうのは散々熱く語ってきたところだと思います。さあ、そこをちょっと思い出してもらいたいんですけども、いつ何時またそういった王様であるとか一部の人だけで決めてしまって、人々の自由が奪われてしまうとか平等っていうのがなくなっていってしまうっていうことにいつなってもおかしくないんですよね。例えば
ね、急に、ね、政府の方で、ね、政治に関してさ、はい、じゃあこれからこういうふうにやっていきます、また身分制度を復活させましょうとかね、あるいはそういう法律ができて、ね、人々は、政府に対して、ね、反対意見を述べちゃいけないなんていうさ、そんな決まりをいつ作るか分かんないわけじゃないですか、ね、で作られないようにするためにとかね、ちゃんとじゃ、ね、自分たちのこと考えてくれてるのかな、今の政府や国会は国民のことをしっかり考えて政治についてやってるのかと、ね、そういうものを常に国民がですよ、ね、自分たちで常に政治に関心を持ってニュースとか見て、あ、今こういうことがね、世界では世の中では起こっているんだと、ね、こういう法律が作られようとしているんだ、ん、その法律はどうなんだ、自分たち国民にとってはプラスなのかマイナスなのか、ね、それは日本の未来にとってプラスなのかマイナスなのか、ね、未来の、ね、子供たちにとってそれはいいものなのか悪いものなのか、そういうことを常にやっぱり我々国民がしっかりと見てなきゃダメですよね。ここの部分が結局やっぱり国民がちゃんと政治に参加できるようなシステムになってなかったら、はい、皆さん、これは憲法の基本原則のうちの一つでしたね。最終的にいいですか、こうやっていこう、ああやっていこうっていうふうに決めることを何て言うんでしたっけ、そうです、主権でしたよね。そして今の日本国憲法においてその主権は誰が持ってるんですか、そうですよね、国民なんですよね。つまり国民主権ってやつでしたよね。さあ皆さん、国民主権、国民がいろんな物事を決めていく、ね、ああしようぜこうしようぜ、我々の未来はこういうふうにやっていこうよ、ね、日本をこういうふうにしていこうよ、それらは全て国民が決めることができるんですよね。で、国民が決めることができるんだけども、ね、その決めるためにはっていうところで、やっぱりこの参政権っていうのがしっかりと保障されてなかったら、決めたくたって決められないじゃないですか。そうですよね。なので、はい、ここなんですよ。ね、自分たちの人権をしっかりと守っていくためにも、自分たちの人権をしっかりと保障するためにも、こういった権利というのがきちんと、ね、ないとダメだよねっていうところからの、はい、参政権です。なんとなく見えましたかね。はい、ではですね、参政権、ね、国民が政治に参加するっていうふうに言うけど、具体的にはじゃあどんなものがあるかっていうところをね、見ていきましょう。ね、まず、はい、一番超基本的なところがこの選挙権になります。ね、皆さん、これも、かつての、ね、動画の中で、やったと思うんですけども、確かに、日本は国民主権だと、ね、国民が主権を持っているから国民が最終的にこうしよう、ああしようってことが決めることができるよと、ね、だけども、みんなで話し合いするってね、ね、日本国民今1億、ね、2000万人ぐらいいます、ね、その全員で話し合いは無理じゃんっていう、だから自分たちの代弁、自分たちの要望を代弁してくれる代表者を選んで、その代表者が話し合いをしていろんな物事を決めていくっていうシステム、形じゃないとダメだよねっていうところで、さあ覚えてますか、ね、その代表者の人たちがいい、しっかりと議会で話し合いをして政治を進めていくっていうのを何ていうか、その通りです、議会制民主主義でしたよね。はい、皆さんね、この辺もね、あのテストとか出ると思いますから、しっかりと言葉の確認、しておきましょう。ちなみにですね、まあ、その議会制民主主義、いい、自分たちの国民の代表者たちが集まって、議会で集まって話し合いをして、ね、政治を進めていくっていう形なんですけども、さあ、そのやっぱり自分たち の、 その代表者を決めるということが、だからめちゃめちゃ大事なことなんだよね。わかるでしょ、だってそうじゃん、自分たちの意見を代わりに議会で言ってくれる人が
例えば国レベルで言ったら国会議員だったりするわけだし、それぞれの地方自治体ごとに、例えば東京都だったら都議会だったりね、都議会で話し合ってくれるんだったら東京都の都民の代表として、都議会議員がいたりとかするわけじゃないですか。そうですよね、県議会だったら県議会議員がいるわけですよね。ね、そういうことじゃないですか。でさらにもっと小さいね規模で言うと市区町村、何々市議会ですから、何々市の議会でそのね何とか市に住んでいる住民たちの代表として、ね、いろんな物事をね議会で話し合ってくれたり、区議会とかね、そういうのがあるよっていうのも以前話したと思います。とにかくいろんな規模はあるけども、自分たちの代表者を選ぶっていうことがこれですよね、選挙じゃないですか。だからここが一番大事だよねって言われてるわけですよ、ね、ちなみに、選挙権というのは満18歳以上の国民が認められています。ここ注目ですね。はい、満18歳以上、かつては満20歳以上でした。それが年齢が引き下げられていますね。だから高校3年生ぐらいだったらね、もう18歳になればですけどね、選挙にも参加できるということで、もう遠い未来の話じゃないですよね。でいよいよ選挙だね、誰に投票しようってなった時にどうしよっかってなるから、今のうちにいろいろ勉強しておこうねっていうところね、この辺もね以前話したところだと思います。さあでは次行きましょう。被選挙権、被選挙権というのは選挙に立候補する権利ですから、先ほどははい私に清き一票お願いしますっていうその代表者に対して誰を選ぼうかな、どの政党を選ぼうかなっていう投票する側の権利でしたよね。選挙権というのは被選挙権というのは選挙される側ですから、要は私が何々議会の、ね、議員として立候補させていただきます、皆さん清き一票よろしくお願いしますっていう方の立候補する側の権利です。だから国民っていうのはただ投票するだけじゃなくて、自らがみんなの代表者になるっていうことを勝手出るというか立候補できるっていうことなんだよね。それがこの被選挙権ってやつです。さあここは復習になりますね。参政権っていうなんか政治に参加するっていうところで一番なんかこうリアルで、なんだろうな、こうイメージしやすいのは多分この2つだと思うんですけども、この下の3つも一応こう国民がいろんな重要な決定に関われるよっていう意味で政治に参加する権利なんですよ。いい、ちょっとね、分かりにくい部分もあるかもしれないんだけども、まあ、ポイントとしては、ね、いろんな国とかね、いろんなものに関する重要な決定に関われる権利っていうふうに捉えてもらえるといいかもしれない。さあ、憲法改正の国民投票、これはね、前のね、過去動画でもあると思いますから、ぜひね、そこの部分しっかりと押さえておいてほしいんですけども、日本国憲法。やったじゃないですか、あの三角形の法の中で一番上にいるこの三角が憲法だよねとね。でその憲法でさえも時代であったりそのねいろんな人たちの考え方だとかそういうものに関してね、そういったもので変更が可能なんだよとね、決まりやルールっていうのはいろんな条件を満たしていれば変えることができるんだよっていう話したじゃない。でその憲法を改正するときにもやはり最終的には国民に問うと、ね、どうでしょう、ね、憲法改正こんなんでいかがでしょうか、皆さんどう思いますかなんていうところでね、国民投票するっていうね、この辺の流れも、前にやったと思います。そこはね過去動画ぜひ見てください。さあ次、最高裁判所裁判官の国民審査というところで、これまたちょっと別の単元でね、詳しくはやろうと思うんですけども、裁判所っていうのは何か分かりますよね、
無罪なのか有罪なのかっていうところを、裁判したりする場所ね、それを裁判所って言って、裁判所っていうのはいくつか種類があってさ、そのいくつか種類がある中の裁判所の中の一番トップに君臨する裁判所っていうのが最高裁判所っていうものがあるんですよ。で、その最高裁判所の中で裁判官をやっているから、この人が最高裁判所裁判官たちなんですね。で、これはいいですか、まあ、やっぱり国の一番最高峰の裁判所で裁判官やってる人たちですから、この人たちのいい、つまり裁判の結果ですよね、判決とかその理由とかっていうのが新聞とかで掲載されたりするんですよ。で、その裁判をね、まあ、ニュースとかでも多分やったりするだろうけどもね、判決とかその判決理由を聞いて、この裁判官のこの判決と理由はどうもちょっと違うんじゃないかと、どうも納得できないんだという場合ももちろんあるよね。そういう時に、はい、見てください、国民審査っていうのがあって、これ実は衆議院選挙と同時に行われているもので、これ皆さんお父さんお母さんに聞いてみてください。衆議院選挙で投票行くとですね、一緒にこの最高裁判所裁判官の国民審査っていうので、裁判官を辞めさせるか辞めさせないかっていうふうに記入する、そういう投票用紙、なんかが配られて、一緒にやってるんですよ、国民審査っていうことで。で、今の話聞いて分かると思うんだけど、要はね、この裁判官の判決と判決理由どうもおかしいなっていう場合に、国民が審査して辞めさせたりできるっていうことなんですよ。これすごいですよね。これまた別の単元でやりますけど、基本的に裁判官っていうのは簡単に辞めさせることができないシステムになってるんですね。なってるけども、はい、こういうねものがあるんだよっていうところね、これもやっぱり由来としては国民が主権を持ってますから、国民が最終的にこうするああするっていうのを決めることができるっていうところからも、ここら辺って認められてる権利ですよね。はい、ではラストいきましょう。請願権ね、請願権、これは国や地方公共団体に対して法律や条例の制定などを要望する権利ということで、ここの請願のこのお願いというこの漢字をイメージしてもらって、要はお願いする権利なんですよ、簡単に言うとね。国や、これちょっとさ難しいキーワードに聞こえるかもしれないんだけど、結構公民でこの地方公共団体っていう言葉出てくるから、今のうちにこれねクリアしたいな。いい、ね、国はいいじゃないですか。で、地方公共団体っていうのは何なのかっていう と、例えば都道府県です。東京都とか、埼玉県とか沖縄県とか北海道とかありますよね。そういった、ね、地方自治体っていう言い方もするんだけども、そういう規模の、ねものを地方公共団体とも言うし、もうちょっと規模が小さい地方公共団体だと市区町村になります。何々市とか何々区とか何々町とか何々村とかありますよね。そういうものの規模も、地方公共団体っていうのに含まれていきます。だからね、自分が住んでいる、ね例えばだけども、東京都の、何々区とかにね、例えば住んでるとしたら、じゃあその何々区で今こういうことに困ってるんです、ねだからこれちょっとどうにかしてください、ね、それをねどうにかする法律とかね、まあ、条例ですね、地方公共団体に求めるとしたら条例作ってちょうだいねっていうのを求めるのがそういうのを要望する権利、お願いする権利なんですよ。これね、例えばなんですけども、これへえ、なんか大人ってそういうのができるんだと思ってる人、大人じゃなくてもできます。はい、これ国民に与えられている権利ですから、中学生とか高校生とかでも、実際にこの請願権っていうのを利用して、前にね先生がね使ってた資料集なんかでは。
例えばなんだけども路上喫煙を禁止する条例を作ってくれって中学生かなんかが、この請願権で要望を出して、路上喫煙を禁止する条例が作られたっていう事例がね資料集に載ってるのね、見たことがあります。なんかねその中学生が確か喘息かなんか持ってたのかな。で、ほら副流煙って言ってさタバコねの煙とかを吸ってしまってさそれでねこう喘息でねゴホゴホって言ってね、苦しくなっちゃったりするからそういう風な、タバコの煙っていうのを吸わないで済むような、条例っていうのを作ってほしいっていう風にお願いしたところそういう条例が作られたっていう例もあります。ね、これ皆さんね自分が住んでいる地域の、ホームページその地方公共団体がね出してる例えば何々市だったら何々市のホームページとかね何々県のホームページとか見てもらうとそのね請願の方法とかも載ってたりすると思うんで、ぜひ、ちょっとチェックしてみるとねいいかもしれません。もし皆さんがね、生活で何か困っていることがあってこれはちょっと自分たちでどうにか解決できないとね、ちょっと国や地方公共団体に助けてもらえないとダメだっていう場合にはこの請願権というのを利用してねなんかこうお願いしたりするっていうのは一応権利として認められています。まあもちろんあれだよ全部が全部ね通るってわけではないんだけどもね、一応こういう権利があるんだっていうのは知っておくといいんじゃないかなと思います。はい、ではここまで大丈夫でしょうか。